ミハイル・カトコフ、ミハイル・ニキフォロビッチ・カトコフから1887年8月1日は、帝政ロシアの政治家、ジャーナリスト、アレクサンドル3世時代のロシアにおいて、保守派言論人として知られた。モスクワ出身。モスクワ大学卒業後、文学と哲学に関する文芸、評論活動に専念する。ニコライ一世の在位中には、それほど目立った業績はなかった。1855年クリミア戦争で敗色の濃い中、ニコライ一世が亡くなり、アレクサンドル2世が即位する。アレクサンドル2世は即位当初、遅れたロシア社会の近代化の必要性を痛感し、農奴解放令を中心とする諸改革を断行を起とする。カトコフは、アレクサンドル2世の改革に強い共感を抱いて、英国型自由主義政治体制の導入を主張した。しかし、ロシアにおける社会改革の主張が次第に社会主義的、さらには、虚無主義的色彩を帯びるようになり、テロリズムに走るようになったことや、ロシア国内の自由主義運動がポーランド独立運動を助長したとの見解から、次第に自由主義思想から離反し、後に完全に体制側に転向した。1863年ロシア最大の新聞社、モスコフスキー・ベドモスチ紙 W、モスコフスキー・ベドモスティの経営、編集責任者となり、1887年に死去するまでその地位にいた。この間、同氏は保守的論調を展開し、ロシア国内の世論形成を通じて政府に対しても相当大きな影響力を及ぼした。また、彼はスラブ派としてペテルブルクに代表される自由主義的コスモポリタニズムを批判し、モスクワ流の保守主義をしばしば主張した。対外的にはスラブ派、反スラブ主義の立場を取り、バルカン半島へのロシアの影響力の拡大を主張した。しかし、一方で、カトコフはスラブ派、反スラブ主義者がロシアとその他のスラブ民族の歴史的、宗教的な近似性を過度に主張することに批判的であった。そのため、これらの主張からも一定の距離を置くに至った。カトコフの主張は一般的に穏健なものではあったが、ひとたびや筆を取るや、否や、痛烈に相手を批判せずにはいられなかった。自然多くの敵を作ることとなり、政府からも圧力を受けた。これに対して、皇帝アレクサンドル3世は、その豪福な人となりから、カトコフがロシアの国益を主張するとして考慮されるべき人物とみなし、カトコフを庇護することも再三見られた。1887年に、胃がんのため、モスクワ郊外で死去して、新アレクセイ修道院に埋葬されたが、ソビエト政権により1930年代に、教会と共にカトコフの墓も破壊され、現存しない。カトコフはとりわけ、ポーランド独立、極端な自由主義、自然科学を基礎とする公共教育体系及び、ドイツの国際社会における影響力の増大に強く反対したことで人々に記憶されている。特にカトコフのドイツに対する敵愾心はロシアのフランス接近を主張することで結果的に露仏同盟締結への道を開くこととなった。ありがとうございます。